っぱり大阪見てもらったら分かると思うんですけれども、本当に誰を知事に選ぶか、誰を市長に選ぶかってめちゃくちゃ大事で、その後の私たちの暮らしって全く変わってくるわけですよね。で、調子いいことを言ってる人たち選んではいいけれども、その税金が使われていく先は万博、それからカジノ、で都構想、どんどん私たちの、それでさ、コロナの時なんか全国で一番亡くなった人たちが多い、本当に福祉、医療、教育、この基本の木のところに税金生かしてくれりゃいいものを違うところに生かしていく、本当にその誰を選ぶかで人生天国と地獄だなっていうのを経験している私たちから、ぜひね、やっぱ東京の皆さんには自分たちの暮らしのことを一番に考えてくれる、そういう首長を選んでほしい、掴み取ってほしいなと思ってます。そうなんだよ、大阪はもうめちゃくちゃ維新が強いですからね。でそんな中で、でも都構想の住民投票2回私たち経験していて、2回ギリギリのところで勝ち抜いてるわけですよ。で特に2回目の時、ああもうこれもしかしたら本当ダメかなって思った時に、それでも最後勝ち抜けたっていうのは、やっぱりね、市民の人たちが一人一人手刷りのビラをポスティングしていったり、自分で作ったやつですよ、それとかゼッケンつけて交差点のところでビラ配りし始めたり、街頭で喋ったり、まあ、そういう一人一人が本当にこの街をどうしたいかということを考えて、自分一人で行動し始めた時に街の空気がガラッと変わりだした。でそこが最後の一押しになったなっていうふうに思うんで、本当にこの街を今より良くしたいって思うんだったら、皆さん無理することないです。でも自分の家の近くで選挙行こうよって立ってみるとか、私はこういう人を選びたいんだっていうことを周りに伝えてみるとか、ポスティングだっていいと思います。いろんなできることがあると思うので、一人一人が動き出したら絶対政治は変えられます。